オランダの南部にある廃材置き場です。芸術とは何の関係もないように見えるこの場所が、デザイナーのピットヘイン・エイクさんにとっては創造の源です。ピットさんはこのような廃材を使って家具を作り続けてきました。廃材から切り出した木切れを集めて作ったテーブルです。こうして作ったテーブルや椅子、戸棚がピットさんの代表作です。ピットさんはデザイナーとして素材を大切にし、誰も目を向けなくなったものにさえ美しさを見出してきました。今日はそんなピットさんのこだわりぶりを紹介しましょう。家具を中心としたインテリアデザインを手掛けるピットヘイン・エイクさん。アムステルダムでもピットさんの作品を見かけることが多くなりました。数字をデザインしたドアが通りに並ぶアムステルダム市内の住宅プロジェクトです。Dus ik had zelf het gevoel, de relevantie van mijn ideeën gaat veel meer over de manier waarop we met z'n allen nadenken dan over of een kast, een tafel of een stoel. 変わった作品でデビューしたピットさん。多くのデザイナーが好むアムステルダムから離れて作業場を構えているのも、オランダではちょっと異色です。普通、トップデザイナーたちはデザイン画を描くだけで、実際の作業は工場に依頼します。しかし、ピットさんはただ効率的に仕事をするというのではなく、手間や時間をかけても自ら制作過程の作業を楽しみたいと考えてきたのです。まあ、eigenlijk doe je je werk ook om andere redenen. Dat is ook om een bepaald resultaat te halen. Dat is ook omdat je het leuk wil hebben op je werk. オランダの首都アムステルダム。ウォーターフロントに面してホテルの立ち並ぶ一角があります。その中でもひときわ風変わりなホテルが3年前に開業したロイドホテルです。ここはまさにオランダの芸術のショーケース。ダンス、ビデオアート、展示会、さまざまな芸術活動がホテル内のユニークな空間で行われています。今日の主人公はこのホテルの経営者であり芸術監督のスザンヌ・オクセナーさんです。90年代にホテルの再開のため市役所がアイデアを公募していることを知ったスザンヌさん、友人のオットーさんと一緒に瞬く間にホテルのコンセプトを作り上げてしまいました。Van hoe bedenk je dan zo'n concept? Ja. Ja. Je gaat een boek maken. そして2人のコンセプトはホテル再開のコンペを見事に勝ち抜きました。彼らの活動に共感する人々の輪が広がり、8年後地域の住宅公社がようやく資金を出すことになりました。再建にあたってスザンヌさんが最も大切にしたのは、20世紀のさまざまな歴史の舞台となったこのホテルの雰囲気を生かすことでした。106部屋の客室のそれぞれは異なったデザイナーや芸術家によって改装されました。シャワールームを閉じる大きなドア、テーブルにもなるバスタブ、部屋は広さに応じて一つ星から五つ星までランク分けされていますが、
どの部屋にも改築した人の工夫とメッセージが込められています。楽器を抱えてチェックインしてきた宿泊客がカリフォルニアからわざわざやってきたミュージシャンだと分かると、スザンヌさんは演奏をするように頼み込んでしまったのです。Ladies and gentlemen, dames en heren, for real, Venice. オランダだけでなく、世界各地から芸術家や音楽家たちが集まってきます。彼らが生み出す賑やかな雰囲気、そしてそれらに惹かれて、さらにアーティストたちが集まってきます。